あの円に対して改善を要望するとともに、府の資格化に対しても、私立幼稚園だったら何をしてもいいというような状況では変わらないと思いますので。塚本幼稚園では、園長である籠池康則氏や副園長である籠池淳子氏、教職員による暴力的あるいは差別的言動が常態化しています。園に対して改善を要望するとともに、府の私学化に対しても、私立幼稚園だったら何をしてもいいというような状況では変わらないと思いますので、そもそもこういった事態に陥って、その私学化に相談しに行った時にも、結局その問題を解決するには裁判を起こしてくださいというようなことを言われたんですね。で、私人間のトラブルでね、何かあって法律で、あの司法の場で何か解決をするということなら、まだそれは理解できるんですが、学校法人に対してトラブルが起きているのに、それが私学化という窓口、府という窓口があるにもかかわらず、なぜ一保護者が司法に判断を任せないといけないのかというところも、これも問題提起していきたいなという思いを込めて今回。